皆さんおはようございます。9月7日朝6時です。見てください。今日もと言った方がいいのか、今日もいい天気です。そして暑いです。この坂道を登ってきて、どうも年のせいかなと思うぐらい汗がすごく出てまいりまして、つらいです。しかしですね、きっと台風の影響だと思うんですよね。皆さん、特に九州にお住みの皆さん、お住まいの皆さん、ご無事にご安全にお過ごしでしょうか。日本海を玄界灘を駆け抜けている台風の影響か、そういう暖かい空気が流れ込んでいる影響だと思うんですけども、手売りとも蒸し暑いです。9月としては異例だと思います。去年の今頃失礼、半袖短パンなんかでは走れませんでした。もう9月になると涼しくて長袖じゃないと朝なんて特に走れなかったのが、今日は半袖短パンで汗かいて走ってます。夜もですね、網戸のまま開け放って寝ないと寝られないという状況になってます。これって、北海道では特に私の住んでいた苫小牧や今東北の手売り島ですが、その地域では珍しいんですよ。8月に何度かあるだけで、普通は網戸のまま寝室を寝たりすればですね、寒くて風邪をひくぐらいのことなんですが、今年は違います。どういうわけか台風が連続できて、すごく暖かく湿った空気に包まれている手売り島です。小鳥や虫はちょっと元気がいいようですが、魚が普段取れる魚が取れないと地元の方がおっしゃってました。特によいしょこの秋の時期に取れ出すマグロが少ないんだそうで、ちょっとマグロ好きとしては心配しています。あとサンマもね、好きなんだけどな、今年はあまり取れてないみたいですよ。心配です。では、もうゆっくりとではありますが走っていきたいと思います。いや、上がってきました。本当に暑いです。今日はこれ、この前も30度いったんですけどね、セブリ島で30度っていうのは9月に出るのはおかしいんですけど、今日もなるかもしれません。暑いですが、皆さんお気づきですか、昨日の太陽とは位置が逆になってます。当たり前ですね。昨日は夕日が沈む時間にここにいたんで、朝日が昇る時間にいるとこういう感じで光り輝いている。いや、石と怖いです、こんなに暑いのは。手振りとかね、9月だってのにどうなっちまったろう。これは不思議なことだらけです。はい、はあ、いやー素晴らしい。今日はウニ漁があるみたいです。さっき旗が上がってましたんで、
人とよく会うな。さっき観光客の人とすれ違いました。二人、珍しいこともあるもんです。今日は三人も人と会っちゃったんで、ジョギングやウォーキングしてる人とすれ違ったりしちゃったんで、あんまり動画として出せるところが少なくなってしまいました。やっぱりね、他の人が映ってるところは出せませんのでね。それでももう一周終わろうとしています。だんだん、朝はすごく晴れてたんですけど、だんだん曇ってきてます。現在時刻は7時です。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また、4人も人とすれ違ってしまったので、今日は本当に少なめですがお許しください。今日も一日皆さんお元気でお過ごしください。それとウクレレの感想など寄せていただければ嬉しく思います。現在他の曲も練習しておりますので、いやといっても伴奏だけで、メロディーはほぼ口なんですけどね。そんな感じで、家族からカモン達夫と呼ばれています。そんな感じで行きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も一日お元気でお過ごしください。ごきげんよう。さよなら。